おしゃべりどんどんは水彩画でやりまして、はい、これからの季節まさしくぴったりです ね春らしい。あのほら色もあのメロウな感じというね、そういう表現がありますけどもね、今日のお客様をご紹介しましょう。はい、水彩画家の阿部裕美さんです。阿部さん、とっても優しい水彩画ですけど、いつ頃からお始めになりました？10年前ぐらいからですね。あ、そうですか、はい、やっぱりその水彩画に惹かれるというのは、ですね、もともとはもうボートの選手をしてたんですけども、さらっと、それでちょっと故障してイギリスへ留学した際に、偶然命を助けてくださった方が、あのガイトット氏という、あの水彩画家の方だったんです。あ、それでその方の絵を見たら、あ、こんな絵描いてみたいなと思って。うわー、素敵。これあれでしょ、山陽放送のすぐそばの宇城道の、はい、宇城道、岡山市民会館のそばの、あれイタリアレストランで、はい、イタリアンレストラン。素敵ですね。でこちらが右官町の石の風車です。うわ、まさしくこの通りですよね。そうそう、もう見たまんまの風景。ここは日本海と太平洋の風がちょうどぶつかり合うところだってね。そうなんですか。ですね、こちらは、こちらは牛窓 のオリーブ園の中 の佐竹先生 あの家なんですけども、あのオリーブの、ね、描いてらっしゃる、ずっと描いてらした方ですよね、はいはい、亡くなられたんですよ、はい、さて、あのいろんなところが出てきましたけど、なんと、はい、78市町村、まあ、あの合併で岡山を枠組みがあの、ね、ずいぶん変わりましたけども、はい、ますけどね、あのね、こちらのね、岡山の78市町村をですね、ぐるーっと全部回って、この、阿部裕美さんならではの、水彩画にね、作り上げて回られたんだ。すごい。言うはやすし、どれぐらい時間かかったんですか？そうですね、だいたい7ヶ月から8ヶ月ぐらいですね。じゃあ春もあって、夏もあって、秋もあって、はい、冬もあったと、はい、四季の表情をやっぱり描くっていうのは嬉しいことですか？はい、嬉しいです。もうそれを狙ってわざわざ、はい、一番いい時期を切り取って、はい、ということなんでしょうね。それがね、田舎というものに憧れた、うん、ということなんですけども、東京の方、はい、あの東京の下町に住んでらしたんですね。はい、あの葛飾、トラさん、葛飾しまた、その隣の亀有なんですけども、亀有、りょうさん、今ね、気分はね、こっちね、私生まれも育ちもて、トラさんなりきてるの、その隣でございます。はい、あの、もう本当に、あの産婦人科は柴又なんですけど、そんな細かい情報、そう、もう本当にだから柴又生まれと言ってもいいんですが、でそんな阿部さんが、あのさっきね、あのボートやってらしたでしょ、はい、でボートって言ったら日本レベルのね、ボートの選手だったんでね、はい、だから戸田 あのボート場で漕いでたんでしょ、はい、あの戸田オリンピックコースで、あの寮生活 で、日本代表に なるという時にちょっと体を壊されて、はい、それであのイギリス行って、はい、お話にあった先生と巡り合ったわけですね、はい、そうなんです。あ、はい、かっこいい。あ、なんかあの自分ではグレゴリピックだって言ってます。あ、雰囲気ありますよね。雰囲気ありますよ。68歳になるんですけども、はい、何という方ですね。ガイトット氏なんです。トットさん、はい、トットです。どういう絵を描かれるかと言いますと、あのこの絵に憧れて、ね、はい、この絵に憧れて、この場所に住んでるんです。あのイングランドの北部で海沿いなんですけども、はい、素敵な風景を先生も描かれてたわけです、はい、先生が描かれてて、それをぜひ描きたいって思って、いいですね、いつか慣れたらいいな、こういうなんか出会いがあってよかったですね、はい、でもね、もう出会いだけでここまで生きてきてるので、それでね、あの要するに78市町村を回られたわけですけども、はい、あの実際に出かけられてこうスケッチをされるんですね、うん、はい、スケッチします。あの小さいものに大体スケッチしまして、まあ後で大きいものはその場でやるよりもあのちょっと細かいことをするので、あのやるんですけど、小さいものはほとんどその場で、はあ、そうですか、はい、さあそれじゃあひろみさんのねスケッチ風景、はい、これ冬ですね、はい、冬です。あの大佐町の大佐神社というところ で初めて行った時にまだ雪も降ってなかったんですが、絶対雪景色が綺麗だろうと思って雪の日に行きました。そして描き上げたのがすごい、ものすごく写実的にそのまんまではないけど、そこの雰囲気がそのまんま絵になってますよね。あ、なんか
ちょっと入っていけそうですもん、この絵の中だったら。はい、歩いてもらいたいと思って書いてます。いや、歩いていけます。それはね、ヨドミさんはね、不思議な水彩画家と言われてる。なんか醸し出す雰囲気が不思議なのでしょ。そう。なんかありますよね。なんかよくおかしいとは言われる。いや、おかしくない。不思議。だからこのやっぱりほら、産婦人科が葛飾柴又だった加減になる。関係ある。そこは面白いですね。それからね、もっと広い景色の中でもこれもね。こういうところでも。これも大佐町なんですけども、大佐山の風の聖域というところで。はい。ハリウッドライダー飛ぶとこよ、ここね。そうそう、風を感じながら。そうです。わー素敵。それがこんな感じに。はい。でこれもちょっと秋口から冬口に木が赤くなるので、それを狙って行きました。いいですね。じゃあその町の一番いい季節をもしかしたら阿部さんご存知なのかもしれませんね。なんか憧れてるのですごく探すのかもしれません。いやね、東京の下町に住んでる時にまあおそらくね、空もねこんな風にね、路地なんかで遊んでたら細長くてちっちゃかったと思うんですよ。はい。あんまり見なかったですね。こう上向かないと見えないので。だからこの田舎という豊かな土地に来ると、はい、わーっと空広がったり気持ちがいいでしょ、はい、気持ちがいいです。もう本当ただこうやってるだけでもう真正面に空も山も川も見えるので、いい感性で、もう嬉しくって、地元のものが教えられますね。それでね、最初に要するに書き始めたのは、はい、津山から書き始めたそうですね。はい、こちらです。こっちですね。ごめんなさい、ね。あ、そういえばここでございます。津山から書き始めて、ぐるーっと78市町村ぐーっと回って、一番最後に書いたのが、岡山の。はい。あちらの、旭川沿いの後楽園の散歩道から見た景色なんですけども、ちょっとご覧いただきますとこちらの絵でございますけども、はい、この季節になるともうすぐでございますよ、ちょうど旭川の向こうにね、はい、シンフォニーホールが張って桜が咲く季節ったらもうすぐじゃないですか。素敵ですよね。私もこの光景大好きですよ。本当に優しさが伝わってくるいい水彩画ですね。そしてね、実はこういう水彩画の優しさだけではなしに、例えばね、こちらね、これも阿部ひろみさんがね、書かれたんですけども、滋賀という字、はい、滋賀、これ言葉をトメさん読んでください。はい、葉っぱの布団探しに行こう。はあったかーい。ねえ、この言葉なんかは自分で載せられるんですね。絵を描いたら、絵がそういう風に言ってるような感じ。浮かんで、さすが。さあ、なかなかね、その美字レイクというのはね、小生濱家以外では初めてですよ。何で美字レイク。心からの声なんですから、ヒロミさんは。それからこちらの方は、私これ大好きですね。大事に大事に、そーっとそーっと少しずつ大きくなるよ、シャボン玉も夢も。涙が出そう。優しい言葉ですね。なんか心温かくなって。そして僕が一番ね、中でも好きだったのはこちらなんです、はい、地球が出てまいります。地球は丸いからチャンスはぐるっと回ってくる。元気もらえますね。素敵。なんかこういう優しさがあるからこそね、こういう水彩画もね、お描きになれるんだと思いますけども、さて、阿部ひろみさんの作品と出会いたいという方はいつ頃どうなんですか。はい、今年の8月の26日から約1ヶ月にわたって、マルゼンのシンフォニービル店の地下1階で、クラフト提案コーナーというのがありまして、そちらの方で飾らせていただくことになってます。はい、そうですか。8月の31日から、はい、じゃあ夏の終わりちょっと楽しみになさっていきましょう。これからもいいよね、はい、お願いします、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さて、今週のテーマのご案内です。はい、卒業です。ファックス086-224-3934、 E メールもどんどんでお待ちしてます。さて、この後は、はい、普段着物着たいという方、今増えてるんですよ、そういう方に耳寄りなお話です。はい、ご覧ください。